まず一人目ですね、小池さんですね。はい、行きましょうか。まあ解析編というところで、はい、いろんな世の中のビジネスをワンシートで解析してもらうっていうところをやってもらってます。はい。まあワンシートマーケティング、超ワンシートマーケティング講座受講の皆さんから挙げられた課題に対してのフィードバックになりますね。で、今あった通りなんですけど、ストーリーっていうところ、ストーリーが際立っているビジネスをワンシートマーケティングしてくれっていうところでお客様に課題を出させてもらったものに対して今フィードバックしていきますね。はい、リアルタイムでいきます。はい、はい、まずは小池さんからです。はい、小池さん。選択代行のウォッシュ&ホールドさんについて。それは何、私も初めて聞きました。選択代行ってクリーニングのことじゃないの？どうなんでしょうか。選択代行っていうのがあるの？はい、ちょっとストーリー、いやー、今回ストーリーですかね、見てまいります。いろんなビジネスありますね。うん、はい、ストーリーがさまざまな事業を展開した中で、はい、米国視察に偶然見た洗濯代行サービス、うん、日本にはまだないサービスだったこともあり、ライバル業者を買いに、はいはい、洗濯の時間を自分のために使ってほしいという思いから始まった、うん、自らやりたいことと世の中の需要がマッチした稀な例だと。ちょっと待って、これどういうこと？洗濯代行ってさっぱりわかんないんだけど。はい、ちょっとコンテンツ見ないとわからない。オーサムウォッシュってとこ違うのこれ今。それウォッシュ&ホールズっていう。あ、これ違う。今検索して洗濯代行ってやったらオーサムウォッシュって出てきたんですね。ってことはいろんなところが今出てきてるってところですね。ですかね。はい。お洗濯を代行どういう意味だ、うん、はい、どうぞ。左下のバックグラウンドもよくわからない。例えば、焼き芋や果物販売、鈴虫販売ってなってるけど、もうなんか儲かりそうと思ったらいろいろやってるってことですね。あ、そういうことですかね。まあ、こういう事業もありますんでね、うんうん、そうやって。はい。1回1800円からこっちがね。コンテンツはここかな？レギュラーサイズ、ワンバック3520円。うん、ワンバック？ワンバックなんだ、これ。ワンバック。バックなんだ。うん、スモールサイズが、うん、T シャツ30枚分。でレギュラーサイズは T シャツ60枚分ですね。あ、これはそういうことか、うん、あれか、クリーニング屋は一個一個だから。そうですね、これもう家のこうやってバッグで全部でいくらなんだ、うんうんうん、そうですね。なるほどね。うーん、これどうやって出すの？マンションに住居する方の利用率大だったよこれ、うんうんうん、上の方ちょっとスパイラル見てみて。はい、はい、スパイラルが、うん、衣服のほかカバン、靴、布団の水洗いも可能。いや、やってよ本当かよ。マンションに居住する利用代、うん、これまでにクローズした店舗がないんだって。へえ、そうなんだ。これなんつうんだろう、クリーニング屋さんみたく、うんうん、その行かなくていいのかな、これどうなんですかね。これ本当不思議だな。これはすごいな、うん、へえ、これは面白い。なんでモデルとしてはオリジナル専用ランドリーバッグ550円に詰め放題、うん、詰め放題で送るのかな、なんか取りに来てくれるのかな、うん。店舗数が関東14店舗、その他書いてる通りでございまして、もう全国で20店舗以上ですね。ちょっとね、うちがオーサムウォッシュってやつ見てんだけど、うんうん、新規を申し込みして週間前準備だって、専用バッグに入れればいいんだって。うーん、集配してくれるんだってよ。へえ、こっちはね、だから多分同じようなモデルだと思うけど、うん、ですよね、きっと、うん、洗濯、乾燥、畳、うんうん、畳までやってくれるって、すごい。で家のところにこっちはね、うんうん、こっちは宅配までしてくれるって。それで、なるほど、なるほど、使おうかなこれいいね。あ、これでも全自動洗濯機よりも畳むとかそこまでやってくれるからいいのか、うんうん、なるほどな。いや、あ、これはおっしゃるところ出てきましたね、うん、これ、うん、ストーリーとしてはどういうことなんだろう。
ストーリーとしては、まあ、米国視察中に偶然見たものを取り入れたと。あ、その人ね、うん、そうね、その創業者の人ね、うん、なるほど、ライバルはないわなこれ、うんうん、頭いいな。だってクリーニングがあるから大丈夫ってみんな思い込んでるところに、うん、ちょっとこれちょっとしたイノベーションだよ ね、 そうですね、ストーリーでおける、うん、ちょっとずらしたよね、確かにこれは便利だね、うん、へえ、こういうのがあるんだ、面白いね、はあ、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、最近できたサービスかな。でもこれさ、模倣がめちゃくちゃ簡単だからいろんな模倣ができるだろうね、うん、そうですね、出てきちゃうね、うん、はい、クリーニング屋さんとも参戦してきちゃうような感じ。これクリーニング屋さんやればいいのにって話ですね。そうですね、確かにね、そうなるね、ありがとうございます。はい、では続きまして、面白い、勉強になった、はい、満島さんですね、うん、はい、サイゼリアさんについてですね、ストーリーね、はい、はいはいはい、でサイゼリアさんストーリーは、これはすごいね、うん、はい、お客様に美味しい料理をリーズナブルに提供する、これ間違いない、うん、でこだわりが食材、美味しさ、価格。いやあれさ、あのさ、生ハムとかさ、これ書いてるかな、わかんないけど、うんうん、生ハムとかありえない安さだよねあれ結構美味しいのにさ、うんうんうん、そうですね、うん、なんで右下かな、うん、イタリア料理の普及を目指し、食べないと損と思わせるため7割引きの価格で提供7割引きってお客が一気に増える、7割引きってさすごいですね、それはやりすぎだろうっていうくらい、うん、まあ、確かに高校生とか行ってるイメージあるね、うんうん、確かに、うん、たまり場みたいになりますね、高校生大学生でも行ける価格だからね、うん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 、はい、でコンテンツはもうご存知の通りで食材こだわり厳選メニューを提供しているとい、ね、ああそうだね、うん、でモデルとしては生産者と長い年月をかけて信頼関係を構築し、うん、品質向上や供給量増加に努めた、ね、あれこれさ、サイゼリアってさ、あの埼玉から起こったやつかな、そうなんですか。だよね、あのなんかサイゼリアの本かテレビ見たことあって、うんうん、最初ね全然お客さん来なかったからチラシ配りして、チラシでお客さん入ってきたら裏口から入って自分でシェフしてたような気がしたんで、それサイゼリアかな、ここまで大きくなるとはねっていう話だよね、うんうん、そうなった時に、はい、はい、でまあ、して強いメニューですね、ミラノフドリアなどを作り、うん、食材ロス低減を効率アップで、オペレーション工夫により効率化もしたということですね、うんうんうん、面白いね、でエビデンスで今1517店舗そんなのあるんだ、売上高1268億円あのね今ねこれね、もしかして僕ここが店舗数少なくなっていくのかなって、あのやらないとなんだけど、うんうんうん、なんかねそれ記事とかでそれなんか社長が言ってたことに僕ちょっと違和感を覚えてるところがあって、うん、僕も結構使ってんね、うんうん、あのサイゼリアのあのね、なんティラミス、冷凍ティラミスなんとかみたいな感じの、うんうん、冷凍ティラミスデザートかな、はいはい、あのね、なんかスプーンが立たないくらい硬いティラミスが昔あってはい、はい、今さ、ふわふわのやつにしたんだよすんげえこれクレーム言いたいんだけどいやあれを食べに行ってたのにさ、はい、っていう人いるんじゃないかなと思ったプラス、はい、使ってるから分かるんだけど、うんうん、あのね、僕大体今決済ってPでやるじゃん、はいはい、うん、あのスイカとか、うん、あ使えないんだよね、あれほとんど、あ、もう使えるようになった、あれ、いや分かんない、なんかね、そのね、1年前か2年前でそこの社長が言ってたのが、はい、いや、あえてやりませんみたいな、なんかもっともらしいこと言ってんだけど、消費者の我々に響かなかったの、うんうん、いやいや、P にしてよって、そうですね、今時そこ、その決済だけでは、うん、きついわって、あのできるところもあるんだけど、うんうん、結構できない店舗が多くて、現金で払ってくれって、うんうん、いやいや、現金持ってないよっていう人、うん、最近多いじゃん、さらにコロナになってからって、はい、あんまり人の現金に触ったやつっての、そうですね、嫌がる傾向にあって、うんうん、これによって、実は、僕、離れる人いるんじゃないかなって、ちっちゃいことなんだけど、あ、なるほど、僕にとってね、ストレスだったの、あのティラミスの硬いティラミスが好きだって言ってたのにそれもなくされて、うん、ピンもまだ対応してないっていう、うんうん、こういう人って結構僕だけ、いや、どうなんでしょうか。でね、これの場合何の問題かっていうとなんだけど、まあ今ストーリーの方の話だったんですけど、うんうん、ちょっと飛躍して言っちゃうと、モデルの中の、うん、これ今僕な何の話だと思う、モデルの中の、モデルの中の、決済手段、そうだね、うん、課金モデルの中の決済手段っていうところだよね、うんうんうん、これってやっぱりあった方がいいんだよ ね、 そうですね、今の時代、うん、これがね、ないところだと結構今からの時代は特にあのお金を現金を払わなきゃならないっていうのは特にこういう時勢だから、うん、
結構きつくなるんじゃないかなって若干そうです、ね、思ってんだよね、うんうんうん、このやり方がどこまで通用するのかっていうところ、そこはねちょっとね、うんうん、あのインタビュー見た時お客さんと乖離してんじゃないかなと思った、うんうん、まあ、もっともらしいじゃあっちの論理で言ってんだけど、うんうん、いや全然響かなかったから覚えてない何言ってるか、はい、いやじゃあやらないんだっていう、うんうんうん、でもやるテンポも多分増やしてくるだろう、うん、もう増えてるかもしれないね、そうですね、1年後だってあれじゃあな、うんうんうん、あだからもうほらサイゼリア行ってないから分かんないもん、ずっとユーザーだったのはいはい、もういいやと思って、それでも離れちゃったんですね、離れちゃったから最近分かんないんだよね、うんうん、ああなるほど、サイゼリア行ってる最近、いやーそんな行かないですね、うん、なんかなそういう小さい積み重ねがお客さんの足を遠のかせる原因になるかもしれないなって若干思っちゃった、うんうん、なるほど、そうそうそう、まあでもこういう形で今まではこう伸びてるけど、うんうん、これからどうなるのかなっていう僕は懸念点が若干一消費者としてあったなっていうところですね、うんうんうん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、では続きまして、川瀬さんですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ストーリーが際立った会社、どこでしょうか、はい、どこでしょうか、アスクルさんですね、あー、アスクルうまいよね、あれ代理店なんだよね、うんうんうん、代理店制度がすごいうまいよね、うん、B2B のね、そうですね、まさにモデルとしては対象としては B2B だけど、うんうん、あ、今日はモデルじゃなくてストーリーでした、ストーリーです、はい、はい、でストーリーが一本の鉛筆を明日届ける、うん、お客様は必要な商品をお客様は必要な量で明日お届けすることがアスクル創業の原点、なるほど、これは面白いよね、うん、で創業時のコアターゲットが従業員2から30名前後の会社、うん、で1990年代小さな会社では自分が現金を持って文房具店に鉛筆を買いに行く時代だった、そうだな、これ面倒だったっていうか、うん、もう今アスクルさんによってそれの形が全く変わっちゃったよね、そうですね、すごいよね、うん、はい、でしかも直接足を運ぶのにかかわらず店頭ではほとんど低下、うん、そうだ、うん、大きなものとか重いものも自分で持っていかなきゃいけないと、確かに、でこの市場に着目して全国の中小企業が便利なサービスを享受できる仕組みを次々と構築していたのがアスクルさん、あれこれさ、なんか書いてないかな、この代理店制度がすごいよね、うーん、アスクルが全部それ経営してるわけじゃなくて代理店がやってるんだよね、うんうん、あれ、はい、あるかな、あれ確かね、どっかの書店さん、ユリンドウさんかな、うんうん、言っていいんだっけ悪いんだっけ忘れたけどアスクルの代理店になってる書店さんもあるよね、へえ、そうなんですか、そうなんだ、だから代理店としてどっか他のところもやってる場合が結構多いんだよ、そこが、なるほど、その仕組みがすごいなと思ってんだよね、うんうんうん、あ、モデルのところかな、あ、ほう、それ、はい、代理店なんだよね、うんうん、ファックスで受注して明日届ける通販事業は文具店を潰す気かとバッシングを受けたが、うん、アスクルは文具店をエージェント、そう、うん、として登録し彼らも利益を享受できてモデルを構築した、そうそう、その人たちが配ってたりも、うんうん、なんか代理店になってっていう、これそうすごいよね、これがアスクルの僕は源だと思ってて、うんうん、このストーリーも素晴らしいんだけど、うんうん、このモデルがね、うんうん、巻き込んじゃうという、うんうん、ライバルになるところを巻き込んじゃって、うんうん、逆に利益を与えるっていうところ、うんうん、それでスパイラルが発動する、はい、ある書店さんとかなんか、うん、ここの利益で持ってるってところあるらしいよ、へー、どことは言わないけど、うん、そうなんです、そう、かなりらしい、うんうん、だってみんな使うもんね、そうですね、いろいろね、ビジネスやるっていう人、うんうん、店やるっていう人、これは便利すぎるからね、うんうん、いや、ほんと便利ですね、アスクルさん、うん、はい、で、エビデンスとしては1997年に設立した後、うん、そんな若いの、そうみたいですね、2004年ジャスダック上場、4年には東証一部、2020年は売上4000億、経常利益86億、ちょっと待って、そんな若いのって言ったけどさ、1997年ってもう23年か24年のことなんだ、はい、ああ年を取ったってことだそういうことか、まあもう20年以上やってるんでそんな若いのってわけでもないね、うんうんうん、なんか5年くらいしか経ってないってイメージだったけど、うん、違うんだねこれはね、でも確かに最近グーってすごい伸びてるよイメージはありますけど、もう20年以上なんですね、うんうん、一方でこれアスクルさんのせいって言えるのかどうか分かんないけど、うんうん、文具店は厳しいっすよね、本当、うん、今までは小さい文具店だったのが大型文具店、はいはい、だって池袋の東急ハンズさんもさ、うん、亡くなるって発表されて本当もうなんか鬱になりそうなんだよね、よくその話聞くと結構買ってんのにさ、うんうんうん、なんかみんな買おうよ東急ハンズさんで、うんうん、はい、というところですかね、いやーやっぱネット通販ってあれ昨日かな新聞かなんかで発表されたけど、その結局インターネット系の Facebook だろうがアルファベットってあの Google だろうが、うん、マイクロソフトだろうが Amazon だろうが
とんでもない伸び率があるんだってね今。下手したら2倍くらいの利益、利益の伸び率が、うんうん、コロナのおかげで伸びたんだって。はいはいはい。なるほど。ワクチン代全部出してくれよ。ワクチン代みんな確かに全部の分出してくれよ。うんうん、とマイクロソフトとかビル・ゲイツさんもすごいいろんなワクチンのことで今やってるじゃないですか財団で、うんうんはい。出してくれよ。そっから。はい、うん。というところですね。はい。であとスパイラルでお客さんのために進化するアスペルが最も重要視点はコールセンター。へえ、これは知らなかったな、うん、でここに集まるお客さんの声をもとに新商品や新サービスを増やしてきた、うん、はあ、じゃあお客さんにこれはないんですかって言われたやつ、あ、じゃあやりますって言ってんだね、うん、でまた最も大きな資金を投入し続けているのは全国の巨大物流センター、うん、あー、アマゾンと一緒じゃないか、うん、これがなければ明日届ける通販サービスを、そうだよね、できないよね、アマゾンさんも強いのはさ、その倉庫に思いっきりお金かけてるからだよね、うんうん、そうですね、やっぱ倉庫でもそれってお金かかるよね、うん、相当、ただこんだけ儲かってればいいってことね、そうですね。そうだよね、売り上げ4000億円とかになって、うん、利益が86億、あら、案外少ねえな、うん、え、4000億円に対して営業利益、経常利益が、経常利益86億、そんな高くないね、うん、思ったより。めっちゃ高いから。そういうことか、うんうん、そんななんていうか、アマゾンさんとかいろんなところ、アマゾンじゃなくて、あとグーグルとかフェイスブックとかと違って、うん、あっち広告収入が大きいじゃん、うんうん、そうなると結構その利益率って高くなるけど、うん、アスクルさんっていうのはね、やっぱり文具とかの話になってくるから、うんうん、そこまで利益率ではないんだね、規模は大きいけど、うん、そうですね、なるほど、しかも割引しちゃってるから、うん、確かに、なるほどな、うんうんうん、ちょっと気になるね、この利益率、一見高く見えるけど、うん、いやいや立派な利益率だよ、86億円って、うんうんうん、なんだけど売上規模は4000億円に対してだからね、確かに、うん、うんっていう感じはしないでもないけどね、うんうん、確かにそうですね、なるほどっていう感じだよね、うん、なるほど、まあでも健全っていうか健全で、うん、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いや全く問題ないけどね、私の国円の利益っていうのは。はい、続きまして小山さんですね、はい、ありがとうございます、はい、身内のストーリーにしました、どういうことだろう、はい、タイでの外国人向けの住宅販売、自分の奥さんの事業だそうです。へえ、あ、これ CM にならなければ大丈夫だよね、そうですね、規定違反になる可能性あるけど、うんうん、名前書いちゃってるかな、大丈夫だよ、名前は出てない、あ、じゃあ大丈夫かな、はい、はい、ストーリー、うん、私の妻はタイ人でタイの地方都市で住宅販売をしている、でその経緯は大学で経営学の講師をしていた妻が、うん、とても気に入った土地があるのでそこに家を建てて売りたいと言い出したことから始まる、じゃあタイでの大富豪みたいな感じなのかな、何ですかね、なんかオープンハウスみたいな、タイのタイのオープンハウスみたいな感じかな、はい、で妻を教えることに飽きたのだ、もともと起業したかったの、面白い、で大学を辞職後、妻は独学で設計とデザインを学んだ、うん、そして幸運なことに気に入った土地を相場より安い価格で購入できた、それなんでなんだろうね、うん、でそして1年後に完成した家は夫を外国人に持つタイ人女性に売れた、うん、原価も3倍の価格で、高く売れた理由は外国人が満足するだけの住宅を売る業者がない、なるほどね、これはですね相当競合に対して優位性を持ってたってことでしょうね、うん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 、それは頭いいですね、うんうん、こうなると、はい、いや完璧じゃないですか、うん、もうねこれね不動産とか金額が全然違うし、うんうんうん、でも絶対住むとこって全員欲しいじゃないですか、そうですね、これはですねうまくいったら固いですよ最強ですよ、うんうん、もうやりたいですよ僕はやろうとしてます僕建築家を今ね目指してるから不動産もやりたいんですけどね、うんうん、いいなタイでか、なるほど、はいはい、ストーリー面白いね、はい、あの他のところでちゃんとそう、うん、あの欧米だったりね外国人にとって確かにそのレベルで提供してるやつないってなったら、うんうん、それを提供したら勝っちゃうよね、うんはい、それは勝っちゃうよね、なんでコンテンツはタイ人の結婚した外国人が好むデザインと質の高い住宅、頭いいな、うん、これは頭いいな、はい、でモデルとしてはターゲット層を求める質の高い住宅を適正な価格で売るために、うん、どうやったの、以下のことを自分でやる、おうおう、タイの業者は何か必ず抜けるえ、何か抜けるからどうしたの、一つ目はお客さんが求めるデザイン設計、うん、で二つ目が腕の良い大工さん建築士選び、これ難しいよねだって、うん、で3が質の良い建材の選定、うん、で4がこちらのリクエストにちゃんと応じてくれる造園業者選び、あーなるほど、で5部屋にあった家具電気製品選び、うん、
で6、信頼できる販売仲介業者の選定。なるほど、販売仲介の、うん、まあだから不動産の仲介の人まで選定したんだ、ちゃんと。そうですね。ただしこのポイントさえ崩れなければ大丈夫だって踏んだんだね、奥さん、うんうんうん、頭いいな、うん、もう大富豪になってんじゃない。いやでもエビデンスが、うん、銀行から借金せずにこの10年間で6件の家を販売。すげえ、借金せずに、うん、はあ、でコロナ禍で家の需要は落ちているが、このターゲット等には関係がないと、うん、だって関係ないよね、うん、2ヶ月前に2200万円で売れた。え、タイで2200万円だよ ね、 ね、それって日本で言うとって感じじゃないの、はあ、だちなみにタイ人の平均年収は100万円だから、ほらほら、え、ってことは1億とかで売れたって意味じゃないですかね、日本の感覚で言うと、日本の感覚で言うと僕もタイでやろうか。今ここでこんな放送やってる場合じゃないかな。タイに行くしかないじゃないか、これは。タイですか、はい。で、今スパイラルから、うん、あ、スパイラルブランド、アトモスフェアになりつつあるというところですかね。いやー、これはね、あと真似されなければいいね。そうですね、大手にね、タイにも大手いると思うからさ、うん、確かに確かに、そこに真似されたり嫌がらせされないといいね、うん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 、ここは確実に、なんかほら不動産業者って怖い人たちもいるじゃないですか、うんうんうん、なんかあんま言えないけどイメージね、はい、イメージ、うん、あの電柱にさ、ありますね、貼ってたり、あんな違法なことやってて、はいはい、売りさばこうとしてる人たち東京でもなんでもいるじゃないですか、うんうんうん、ああいうなんか海鮮や海鮮のとこってね、うんうん、目立ちすぎると大変だと思うんで、そこのところはうまいとこやっていただいて、うん、そうですね、安全に、うん、なんで信頼が全てって書いてますね。だよね、はい、うん、狭い外部にコミュニティや口コミが広がりやすい。ああ、それはいいね、うん、それはいいね。それでホームパーティーとか開いたらみんなそこをこういうやつ作ってってなっちゃうね。そうですね、確かに。真面目にいいやつを作ればね、うん、あのポイント面白かったね、うんうん、そこのモデルってところの、うんうん、そうですね、タイのところの場合はこういうやつが、うん、必ず抜けちゃうと、抜ける可能性が高いから、うん、ここはちゃんと抑えればいいんだよっていうね、うんうん、もう素晴らしいですね、はい、タイの情熱大陸とか出るじゃないですか。確かに。あのか出られそう。あるのかな、はい、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃ続きまして、山田さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、中川正七商店でしたっけ、これちょっと読み方があれなんですけど。はあ、はい。あれ、そこの人もうちのなんか全部受けてくれてたよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、前言われたよ。へえ。マーケティングだったっけ、うん、企業ゼミだったっけ、あれルミネにもあるよね。そうですね、いろんなところに今も入ってますよね、うん、いや、おしゃれだよね、うん、なんか今の社長はなんかもすごいんでしょ。そうみたいです ね、 ね、なんかいろんな雑誌とかでも。そうだね、これこそまさにストーリーの最定義ですよ、うんうんうん、授業でやった、うん、まさにストーリーの最定義をやったっていうところですね、うんうん、はい、なんでストーリーが、享保元年1716年に。そんな前なの、うん、享保の改革の享保じゃん。そうですね、徳川吉宗とかの時代ってこと、これ。はい、もう300年以上前ですね。そんな昔なんだ。はい、で、奈良の晒しの問屋業として設立。長年麻織物の製造業、製造卸業かな、はあ、営んできた、はあはあ、その後2008年に生活雑貨工芸品の製造小売業の業態変換を図った。これはさ、B2B から B2C に行ったってイメージでいいのかな、うん、かもしれないよね、はい、はい、なんでこれが日本の工芸を元気にするをビジョンに、うん、他メーカーや産地の経済的自立や工芸メーカーとしての誇りを取り戻すことを目標にコンサルタント業を行っています。ああ、コンサルタント業もやってるのね、うんうん、もうすでにね、はあ、はい、これは売れてるのかな、相当売れてるってことね、うん、はい、もうブランドになってるもんね。そうですね、完全に、はい、コンテンツとしては、はい、コンテンツとしては、はい、布製品の製造販売、うん、暮らしの道具雑貨の製造販売、うん、日本各地の工芸品かな、うん、の販売。あ、それもやってんのね。自分たちで作ったやつだけじゃなくて、うん、自分で仕入れて売るってところまでやってるんだ、うんうん、へえ、はい、賢いな。で、これは業態特化かなのコンサルティング。いや、これはいいよね、うん、業態特化っていうのいいね。あとイベントの企画開催。あれ、ね、僕なんか今度本屋に呼ばれてんだけど、それ本屋のやつになるのかな。本屋のやつでもなんか自分のね、食いぶち危険にさらすようなイメージで、僕みたいなケチなやつが本については絶対語らないもんね、本屋についてはで、ね、死んでも語らないもんね、うん、この人心が広いんだな、器が大きいんだな。やっぱ長くから長くから続いてると違うんだな。そういうことなんですか、うん、はい、でモデルは、1が自社店舗、小売店舗、うん、オンラインショップでの、販売ははは。で2つ目がブランディング経営の講演、教育の提供、
これなんだろう、武蔵野みたいなモデルになってるのかな、若干ですかね、多分、うんうん、そうだよね、はい、武蔵野ってね、小山昇さん の,、はい、あのダスキンの代理店なんだよね、あれね、はい、ダスキンの代理店なんだけど、その公園事業みたいなやつがかなり、公園っていうか、はい、全国の、ね、そうだよね、船井総研みたいなことやってるんだよね、それの売り上げが相当あるって書いてたね、この本読んでみたら、はい、なるほどな。でエビデンスが全国への店舗展開、売上高が69億円、そんなあるんだ、うん、だそうですね、すごいな、はい、でもスパイラルとして東京の丸の内切って、うん、東京ミッドタウン、うん、表参道銀座シックスなどかっこいい、話題のスポットに店舗展開、うん、でマスコミ取り上げられているという状態だということです、ね、僕らも頑張ろうぜ、結構話題に取り上げられて話題のところに出店してんだけどさ、そうですね、コロナのクソ野郎とかさ本当にさ大変な思いをしてな、うんうん、でも皆さんのおかげで生き延びてやれます、はい、ありがとうございます、はい、ということで面白い、はい、あります、うん、これは面白いね、これってあと持続可能っていうところの前のそこのね、うん、江戸時代から昭和にかけてのどういう業態だったのかも知りたいね、うんうんうん、これ持続可能だったわけじゃないですか、うんうん、何百年もここまで生き残ってるって相当なことだと思うんですよ、うんうん、今はねそう注目されてると思うんですけど、もしかしたらね、ちょっと意地悪言うと、はい、元のやつで生き延びてて多分ダメだからストーリーの再定義っていうのをやってこういう風にやったんだけど、うん、あまり急激に変換すると今までのお客さんとかどうなるかわからないので、うん、こうなった時にこれから15年後がわかんないよね。あ、なるほど、うんうん、もしかしたら新しいからそこで食い潰してしまう可能性があって、うん、それよりももしかしたら細々とやってた方が、うん、なんかずっと続いたかもしれないなっていう、なるほど、若干アトモスフィア臭いなっていうのも若干、うん、なんだからこのコロナの時をどう乗り越えるのかなって見たいよね、うんうんうん、これになった時これがどうなるかなっていうところね、うん、これなんかねだって結局その強行の改革とかそっちの時代ってことは基金とかなんとかも乗り越えてるはずなんだよ、そうですね、うん、そこから後のやつの基金とかなんかさまざまなあったわけじゃないですか、うんうん、江戸時代とか、はい、それを乗り越えて生きている業態が大きな手術によって変わった時にどうなるかってちょっと注目ですね、うん、そうですね、15年後見てみましょう、うん、15年後、はい、だって何百年続いてるわけだから ね、 そ, うね、その秘密っていうのもちょっと探りたいよね、うん、持続可能っていうスパイラルのところでちょっと探りたいなーっていうのがありますよね、うん、はいはい、はい、伝えます、ありがとうございます、はい、じゃ続きまして九条さんですね、はいはい、伝えます、ありがとうございます、お明治神宮、おお、すっごいところにミス入れてきますね、そうですね、はい、明治神宮に、明治神宮です、はい、まあこれあの政治宗教とかは天皇院はあの一応一線を画するっていうのをスタンスとしてやってますけど、うんうん、まあ、明治神宮まで行くとこれ文化っていう扱いできますね、いろいろ圧的、はい、文化ですよね、うん、はい、でストーリーですね、明治天皇のお墓を東京にという東京の人々の要望から、すでに御陵は京都伏見桃山に決まっていたため、明治天皇をお祭りする神宮を東京に造園しようということになった。ちょっと待って、じゃあ明治天皇のお墓って桃山にあるってこと？ってことですかね。そうなんですね。知らなかったな。うん、はい、で明治神宮造園を主導した渋沢栄一は、あ、渋沢栄一だったの。うん、聖典をつけじゃん。そうですね。おー、で中止となった日本大博覧会予定地に、用地を都市開発のために利用しようとする思惑があった。頭良すぎだろ、渋沢栄一。なんてエコな。はい。頭良すぎだね、あの人ね。で全国から国民が明治神宮のために献木して10万本の木が明治神宮に寄進され軍用地が森となった。あ、すごい、軍用地、軍用地だったんだ、もともと軍用地だったんだ、うん、はあ、すごいな、うん、頭良すぎだな、ちょっと鳥肌立つね、渋沢栄一って どこを切り取っても渋沢栄一じゃん、もう明治時代の、うん、もうまさか明治神宮までね、うん、神社までやってると思わなかったよね、うん、関わってると思わなかったね、うん、そりゃ1万円札にはなるわ、うん、1万円札だっけ、あ、どなんでしょう、そうだね、札になるよね、はい、はい、はい、で、まあ、コンテンツはもうご存知の通りかもしれませんが、うん、新館神宮御苑、コンテンツって言っていいのか分からないけどとりあえずね、はい、はい、明治神宮会館ミュージアム、聖徳記念絵画館、うん、神宮球場、明治記念館、うん、テニス場、アイススケート場、ゴルフ練習場、国立競技場などなど、ちょっと待って、そんなあるのこれそんなにこれも明治神宮の範囲内なの？範囲内なんで、でもこれ国立競技場って国だよね、これはちょっと違うのね、まあ、そうですね、これまあその敷地内にあるってことなのかな、うんうんうん、貸してたりするのかな、そうですかね、
まあ、明治神宮海岸も確かにあってとか、ミュージアムもありますけど、それ土地どこなのかな、もしかしたら借りてる可能性あるよね、明治神宮に。確かに神宮球場も名前だけの可能性、うん、あ、例えばね、例えばね、実は僕らほら湘南天皇院って建てたじゃん、はい、あ、建てたじゃなくて建ったやつに入ってもらうそうですね、はい、ね、うんうん、まあまあ作ったじゃん、うんうん、その時に実はね、江ノ島の本島自体も建設の候補地だったの。へー。で、いろいろ探ってもらったの、うんうん、そしたらあそこね、江ノ島のほとんどの島の土地ってあそこの神社の持ち物なんだって。へー。だからそれね、購入っていうかそれ借りるの結構難しいよって言われて、実は、なるほど、実はね、雑司ヶ谷とかっちの池袋の界隈も、うんうん、岸墓人を持っている寺のあたりがみんな持ってるの、あの辺。へー、そうなんですか。そう、買えないんだよね。なるほど。あの土地って定期借家みたいな感じで、だから家建てても20年後返さなきゃダメとか。なるほど。だから結構このね、神社とかお寺ってものすごい土地持ってる、うんうんうん、とんでもない財力持ってる可能性があるんだよね。なるほど、なるほど。だからさっき言ったら、だから貸したいのかなって言ったのはそういう意味なんだけど、うん、国に貸してる可能性もあるってことかなと思って今わかんない、調べてないからわかんないけど、確かにその可能性もあるんですね。国立競技場って国立って言ったら国立だろうっていう話だから、うんうんうん、いろいろなね、うんうん、やつになってる可能性があって、もしこれビジネスとして考えるんだったら確かに面白いよね、うんうん、どうなってるかっていうのは、はい、うん、でモデルとしては、結婚式もやったりとか、結婚披露宴事業があったりとか、飲食店事業があったりとか、すごいな、旅行代理店事業ってあるね、明治神宮が、いや、わかん、でもこれやってたら本当に面白いな、うん、あとはパーティー晩餐会とか書いてますよ、あらららら、はい、でエビデンスとしては初詣参拝数日本一、うん、芸能人の結婚式利用により一般にも人気が高まってる。あ、そっか、結婚式やる人いるんだな、うん、神社ってな、はい、やばいな、これは確かに、はい、で2009年に清正祭、ちょっと分かんないけどパワースポットでテレビとやられ行列ができると。へー。でその有名建築家伊藤忠太が監修をしてたと。で2019年に明治ミュージアムは隈研吾が設計したと。また熊健吾さん、何人いるか分かんない熊健吾さん、はい、どこ行っても熊健吾さん、そう熊健吾さん何人いるんですかねすごいですね、熊健吾というビジネスっていうのもやってみたいな、ちょっと、うんうん、本当に、はいはい、いや素晴らしい、うん、いやこれ面白いな、うん、あ、上は上に、はいはい、渋沢栄一の NHK 大河ドラマ主人公に取り上げられ、改めて明治神宮の成立も注目されるかも。いやいや、今僕注目しましたよ、今これ取り上げてもらったんで、うん、面白かったですよ、はい、すごい。2020年が、できて100周年を迎えたということですね。はまだ100、だから神社にとってはめっちゃ若いよね。うん、そうですね。だってさ、例えばさ、八坂神社とかさ、京都できる前からあったんだよ。うんうんうん、確かに。泣くよより794年より前からあったんだよね。すごい。それ考えたらもう、お子ちゃまじゃん、赤ちゃんみたいなもんだよね。そうですね、うん、それなのにこれだもんね、うん、すごいよな、しかも渋沢栄一か、もう鳥肌立つわもう秩父とか行ってくるわって。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではこれはちょっと面白かったね、うん、今の。じゃあ次は今回最後、高橋さん、はい、ありがとうございます。今日ちょっとみんな面白いね、うん、自由にやっぱ解析品って面白いね。そうですね、高橋さん、パタゴニア、はい、ですね、パタゴニアですね、はい、ストーリーがこれね、ストーリーすごい、やっぱパタゴニアはね、やっぱり意見を持ってるからね、うんうんうん、はい、ストーリーが創業者がイヴァン・シュイナールさんで、うん、14歳のロックレーンを始めたそうですね、うん、で鍛冶屋のように、強いクライミングを使用したと。で友人らが作ったピトンが欲しいと言われビジネス化、うん、で主力は、グライニア、ちょっと読めないんですけども、うん、というところ、後トム・ナントラさんと共同で経営開始と、ね、なるほど、うん、はい、で米国製のクラミング用具メーカーになったということですね、うん、はい、で私たちは故郷である地球を救うためにビジネスをしている。そうなんだよ、そういうところをすごい明確化して、うんうん、環境のためとかすごいんだよね、うんうんうん、結構、はい、でカルチャーとしても昼休みは仲間とジョギング、サーフィン、バレーボールなどできるんですね。個室はない、健康でカフェテリア、託児所、家庭的な雰囲気、まあ、スパイラルのところにあります、ね、僕とは馴染まないな、はい、鬱になるな、そこ入ると多分いじめられるような感じだな、はい、健康的すぎるわ僕にはとっては、
健康的、何本読んでんだろう、いやとかって言われるんだろう、ね、外行こうぜとか言われるんだろう、ね、余計なお世話だ陽キャばっかりって、うん、で価値観、最高の製品を作る、うん、不必要な悪影響を最大に最初に抑える、うん、ビジネスを手段に、自然を保護する、うん、従来の見方にとらわれないと、うん、これだよ、こういうことなんかストーリー際立ってるってもうね、主張があるんだよね、ここは、うん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 、それがね、結構攻撃的になるところもあるんですけどね、うん、最近の場合って。ああ、話題になっちゃったと思いますね。結構なるんだよね、うんうん。それはどうかなとも思わないでもないんですけど、うんうん、最近のトレンドですね、うん。主張があるところから買うっていう人も増えてるんですよ、うん、今ね、うん、はい。ただ物がいいだけじゃなくて、ストーリーがあるところから自分も協力したいって思ってる人がやっぱり世界中にいるってことでしょうね、うんうん、このストーリーっていうことに関しては。うん、はい。で、まあ、コンテンツはご存知のスポーツ用品、食料、アウトドアとかだよね、食品なんですね、うん、はい。でモデルが独創的サプライチェーン研究デザインというふうに書かれております。なるほど。でビジネスルールも書かれてないですけども、はい、使われているビジネスを、社会的なインパクトがあると。そう、そこなんですよ、ここはね、そういうところですよね、うんうん、はい、はい、というところですかね。いやー、ありがとうございます。はい、面白かったな。本日は以上ですね。もう一回ちょっとざっと、今回全部面白かったな、はい、選ばなきゃダメだからさ、はい。なんでちょっとツイッターで僕の方のやつでやっておきたいんですけど、はい、なんで小池さんは選択代行。いやー、これも面白かったな。ロッシュ&ホールド面白かったな、ちょっと面白いよ、それも、うん、はい。で満島さんはサイゼリヤさんですね。はいはいはい、はい。で川瀬さんが、はい、アスクルさんですね。いやー、アスクルも面白いよね。うん、うん、アスクルも面白い、はい。で、小山さんが奥さんのタイの、いやー、これも面白かったな。買い物に住宅販売、はい、これ全員選ぶわけにもいかないのかなはい。で、山田さんが、うん、中川正志商店さん、うん、はい。で、九条さんが明治神宮。明治神宮、よかったね、うん、明治神宮かな、今回は。お、なるほど、明治神宮かな。でも多分、はい、今回のね、今回の課題ってストーリーじゃないですか、うん、ストーリーが際立ってって言ったら、うん、王道から言ったらパタゴニアなんですよ、うんうんうん、王道ではね、はい。でもちょっと明治神宮面白かったので、ね、あとはあの選択のやつうんうん、うん、この2つですかね、はいはいはい。今回はセレクトは、はい、そちらで活かしてください、はい。もう一回ちょっと見せます、はい。では、まずウォッシュ&ホールド、ね、うん、僕も今あとツイッターの方で、はいはい、やりたいと思うんですけど、選択代行ウォッシュ&ホールド今週のピックアップ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ストーリーっていうよりこの筐体が面白かった、はい、そうですね。いやでもストーリーを若干ずらして再定義してるっていうところっていうか、うんうん、お客さんの利便を追求してるっていうところが素晴らしい、うんうん、面白いです。よくそこに目つけたな、うん、ただし競合はいっぱい出てくるだろうなというねはいはいはい、ございます。でもけど明治神宮、明治神宮九条さんですね。九条さんですね、はい。九条さん明治神宮今週ピックアップになります。ありがとうございます。いや、パタゴニアとかが王道でいいんですよ、あれ正しかったんですけどこの辺りがちょっと際立って面白かったんで、あと皆さん面白かったです、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、では以上で今回の、フィードバックは終了させていただきます、はい。次回は構築の課題ですからね。そうですね、はい、はい、次回は構築の課題になってます。ストーリー着目して構築をしてみてください、してくださいってことですね。よろしくお願いいたします、はい。じゃあこの YouTube の方もあの次回もお楽しみに。はい、はい、ございます。はい、ではありがとうございました。ございます。お疲れ様です。